この惑星には夢の国を支えてきた人もいる。ありがとうな。ありがとうございます。お疲れ様でした。これで俺の人生も終わったようなもんか。お前たち励ましてくれてんのか。おかげで吹っ切れたよ。新しい人生だ。交通ルールは守れよ。この惑星でベテランから新人に変わるのは意外と悪くない。缶コーヒーのボス。この惑星には長年夢の国を支えてきた人もいる。本日でお別れとなってしまいます。お気持ちはいかがですか。寂しいですね。長い間ありがとうな。勤続50年とお聞きしてますが、今どんな。いいよ、俺は。ありがとうございました。お疲れ様でした。これで俺の人生も終わったようなもんか。明日からどうすんだ。励ましてくれてんのか。血がかかる空にはおかげで消えたよ。降ってたんだ。今日から新しい人生だ。交通ルールは守れよ。助かった。この惑星でベテランから新人に変わるのは意外と悪くない。缶コーヒーのボス。期待を。おかげで切れたよ。お願いします。あの無理に目線見なくていいです。2つ目のやつ自然にやってもらっていいですか。わかりました。はい、はい。まあ、これはこらえてていいんですね。そうですね。まあまあちょっとまあ神に極まってはいるけど、まだ大丈夫です。飛ばさない。ありがとうございました。ありがとう。お前たち励ましてくれてんのか。そうか、一度も良かったんだ。はい、そうです。失礼しました。回してました。はい、どうぞ。こんばんこれはまっすぐなんで。いやいや、自分ながらもう締めて。わかりました。はい。はい、はい、お疲れ様でした。助かったわ。いつでも呼んでください。カット。はい、カット。いつでも呼んでください。目がもっとこう 笑ってる。あ、そう。いいですね。目が勝負だな。はい、よー。はい、お待ち遠さまでした。助かったわ。いつでも呼んでください。まあ、ボスのシリーズでもこの缶コーヒーってのはもう本当歴史のある CM ですので、これまでたくさんの名作がある中で今度それに参加してもらえるということで、歴代の名作に負けないように頑張らなければなと思いました。
遊園地がなくなってしまうというお話ですけども、まあなんとなくこうこのコロナ禍で非常にそう遊園地も厳しい状況にあると思いますので、なんかその美しい遊園地のイルミネーションで、遊園地で働く人たちに勇気が与えられればなと思いました。なんかこういう職人さんの役って僕はとても好きですね。まあましてこの50年間、やり続けているそのプロフェッショナルっていうんですかね。そういう役は本当に憧れがありましたので、今度楽しませてもらいました。子供の時にコーヒーカップに乗って酔った記憶があって、気持ち悪くなって、それはなんかずっとトラウマで、コーヒーカップはまだそれから乗ってないですね。どうも ああいうくるくる回るのね、弱いみたいです、僕。まあ僕たちの仕事っていうのはもう作品ごとにスタッフも共演者も変わって、物語ですら内容も変わってきますので、そういう意味ではいつもいつもその違う職場にこう移動してるわけですよね。そういう意味ではそういう時のその新しい出会いっていうのは一つの楽しみであるし、やっぱりこう長年続けてきた仕事を、まあ、退職したりでも辞めざるを得なくなった時でも、何かやっぱりこう新しい仕事に取り組む時はやっぱりこう人との新しい出会いを楽しみに、臨むといいんじゃないかなと思います。はい、そういう意味ではなんか 僕なんかも仕事いつもいつもそうメンバーが変わって初対面の人と会う時はまあ緊張しますけど、でもなんだかワクワクして、新しいことに出会えるということは、僕は自転車意外と好きで何台か持ってるんですけど、これから仕事をやるんだったら本当にやっぱ体を動かす、このデリバリーもそうですけども、なんかそういう仕事ってなんか運動にもなるしいいなと思いますけど、僕は昔からその植木屋さんになりたいなとずっと植木屋さん見てて思ってました。まあ植木屋さんはねすぐにはなれないですけど、とにかく体を動かす仕事がしたいですね。配達もいいんじゃないですか。体がもうどん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 いい体になっていくような気がしますけど、老後に向かって一石二鳥で頑張りたいと思います。いや、それはもう撮影現場も冬の真冬の寒い時に、撮影をしている時にあったかい缶コーヒーがをいただくときは、美味しいですね。飲んだ後に吐く息が真っ白になって、それはなんか手を温めながら体の中も温まるっていう感じで一番美味しい風景ですね。新しい CM、 トミー・リー・ジョーンズさんと僕と、遊園地のメンテナンスを長年仕事してる職人っていうんですかね、それを演じました。感動的で、美しく、そしてコミカルな、きっと面白い CM になってると思います。ぜひ楽しみにお待ちください。